とかじゃないじゃないですか。でもそれを、まあ、例えば何日どんなスケジュールって聞いたら、映画でして、それが何時終わりましてみたいな簡単に言うとって、あの実はなんとみたいなことがないと喜ばれたじゃないか。でも平岡さん的にはこれぐらいの仕事でなんかジタバタしてほしくないなって思いがあってさらっと言ってるのかもしれないですけど、ローハーだってもうローハーが始めたって言われると結論出た。えローハーのことあらちょっとためろと。えどんな感じで平岡さんそれ以降は気をつけて言ってるんですか。そうですね、自分なりに大きいなとか大切な仕事だなと思うときは食べたときはどんな感じだったの。何月何日